1978年の広島東洋カープでは、1978年の広島東洋カープにおける動向をまとめる。このシーズンの広島東洋カープは、小畑武監督の4年目のシーズンである。南海から江夏豊が加入、また同じく南海からドン、ブレーザーをヘッドコーチとして招聘し、前年後位に沈んだチームの立て直しを図った。4月は、 来日2年目のエイドリアン・ギャレットが15本類だと打ちまくったがチームはヤクルトとの開幕3連戦で3立てを喫するなど4月を負け越し3年連続で開幕ダッシュに失敗5月下旬までは阪神との再会争いが続いた6月から成績が上向き8月に6連勝でようやく借金生活から抜け出すと9月には9連勝を記録し 首位ヤクルトに一時は1.5ゲーム差まで迫ったが、最後はヤクルトに引き離され、5ゲーム差の3位でシーズンを終了。A クラス復帰の要因となったのは強力な打撃陣で、この年初の本塁打王となった不動の4番、山本幸二をはじめギャレット、ジムライトル、キヌガサヨが30本塁打以上を記録。水谷実夫も、首位打者になるなど、チーム打率28。284アンド。 本塁打205本は、リーグ1位だったことで後半戦の浮上の原動力になり、1979年の優勝につながった。投手陣は、移籍2年目の松原明夫、20勝経験者の池谷、孝次郎、3年目の北、別府学などがローテを守って、それなりの成績を収めたものの前年最多勝ちの高橋聡氏が10勝止まり、江夏も12セーブにとどまり、 4年間続いた最高値 &20 勝投手排出が途切れた投手陣の不調もあり終盤にヤクルトを捉えることができなかった。また高橋義彦が1番に定着した一方で初優勝時の切り込み隊長だった大下武氏がこの年限りで引退した。ありがとうございます。